の名言、今日はですね、ボルテールの寛容論の中の一節です。ボルテールというのはですね、啓蒙思想家として知られる、フランスの知識人ですけれども、まあ、彼が寛容論という中で次のように述べています。形而上学について、あらゆる人間に確一的な考えを持たせようと欲するのは、この上なく愚かというものであろう。わずか一都市の全住民の心を捉えるより、武力で全世界を制圧する方が、はるかに容易に成し遂げられようと言ってるんですね。これ面白いですよね。要するにですね、人っていうのはですね、考え方がそれぞれだから、自分自身の考え方でですね、一つに染め上げていくっていうことはほぼ不可能だということです。で、それをやろうとするとですね、まあ、表面的にね、全体主義国家において表面的に同じようなことを言わせることってのはできるんですけれども、本当に心の中から同じことを考えていくっていうことはね、おそらくできない。つまり表面を合わせていく。つまり北朝鮮だとかですね、そういった国において表面的にチュチェ思想をですね、進歩するということはできても、その中において本当にですね、その北朝鮮体制をですね、心から礼賛する人ってですね、全員で染め上げていくということはできない。つまりですね、多様性っていう、思想の多様性っていうものを認めなければならないということです。思想の多様性を認めたところに寛容というものがあるんですね。で、我が国が変わってるのはですね、リベラリズムということを言ってる人たちが一番ですね、思想的に寛容じゃないんですよね。人のことを攻撃するんですよね。自分たちと考え方が違うと言って。でもこれは本当に馬鹿げたことでありまして、だから人と人とがですね、お互いにですね、友人同士であっても考え方が近いっていうところまで言えてもですね、考え方が全く一緒だっていうふうにはならないし、むしろなるべきじゃないというふうに思うのはですね、それは不可能なことだからです。例えばですね、うどんが好きな人、そばが好きな人っていうのもですね、数あります。それと同じようにね、で、特に理由なんかないんですよ。うどんが好きだとか、そばが好きだとか、ラーメンが好きだとかね。だけど、そういったものっていうのは人それぞれですから、皆さんのですね、考え方を染め上げていくというようなことをやるっていうのは、私は右にせよ左にせよおかしなことだと思います。ただ自分自身のですね、主張を説得するために、自分自身の意見を展開するということ、これは自由ですから、それは大いにやった方がいい。まあ、ボルテールの寛容についてという本でした。